レフ・ニコライビチ・トルストイは、帝政ロシアの小説家、思想家で、ヒョードル・ドストエフスキー、イワンツルゲーネフと並び、19世紀ロシア文学を代表する文豪。英語では、名は、レオとされる。代表作に、戦争と、平和、アンナカレーニナ、復活など。文学のみならず、政治、社会にも大きな影響を与えた。非暴力主義者としても知られる。 20歳の時に撮影された写真トゥーラ郊外の豊かな自然に恵まれたヤースナやポリアーナ、マップで白尺家の4男として生まれる。祖先は父方も母方も歴代の皇帝に仕えた由緒ある貴族だった。富裕な家庭ではあったが、1830年2歳の時母親を亡くす。1837年1月九歳の時に父親の仕事の都合で、 旧首都である、モスクは、マップへと転居するが、同年6月に父親を亡くし、祖母に引き取られたがその祖母も、翌1838年に高い、父親の妹が後見人となったが、彼女もしばらくして高いし、最終的には、火山、マップに住むおばに引き取られ、1841年には、火山へと転居した。1844年、この頃ルソーを単独し、 その影響は生涯続いた。1847年、広大なヤースナやポリアーナを相続し、農地経営に乗り出し、農民の生活改善を目指すが、すぐに挫折した。その後、ヤースナやポリアーナで暮らしたりモスクワとペテルブルク、マップで放棟生活を送るが、この時期は様々な事柄に手を出しているもののすべてものにならなかった。その中で、 1850年に初めて小説の執筆を始めている。1851年にコーカサスの砲兵旅団に志願して編入される。この時の体験は後年、古作や、はじむらあとや、コーカサスの虜などに反映された。1852年、24歳でコーカサスにて執筆した幼年時代がネクラ・ーソフの編集する雑誌、現代人に発表され、 新進作家として注目を集める。1853年のクリミア戦争では将校として従軍し、セバストポリマップで激戦の中に身を置く。セバストポリ包囲戦での体験は、セバストポリ物語などに結実し、後に非暴力主義を展開する素地ともなった。退役後、イワンツルゲーネフラを擁するペテルブルクの分断に、 温かく迎えられ、教育問題に関心を持つと1857年にヨーロッパ視察旅行を行った。バイマル、マップを訪れた際の逸話がトーマスマンのゲーテとトルストイに記されている。パリ、マップ滞在中には公開処刑を目撃し、衝撃を受けている。帰国後、アレクサンドル2世による1861年の濃度解放令に先立って、 独自の濃度解放を心を見るが、十分には成功しなかった。1859年には領地に学校を設立し、農民の指定の教育にも当たる。強制を廃止、自主性を重んずるのが教育方針であった。翌1860年から1861年に教育問題解決のため再び西欧に旅立った。この時、ビクトル融合を訪問し、 新作、レミゼラブルを激称している。他にも、ディケンズやツルゲーネフを訪問した。1861年には、濃度解放令に伴って設置された、農事調停官に任命され、農民と地主との接触に当たったものの、地主側からの反発を受けて、翌1862年に、異岸退職する。同年、活動を危険視した関係の妨害により学校は、 閉鎖のやむなきに至ったが、教育への情熱は、生涯変わらなかった。同年34歳で18歳の女性ソフィアと結婚し、これ以降地主として、ヤースナやポレアナに今日定めることになる。夫婦の間には救難三女が生まれた。幸福な結婚生活の中で、世界文学史上に残る傑作が書かれた。トルストイはこれらの小説作品で、 自らの意気と社会を現実感を持って描写するというギュスターブ・クールベによって宣言された写実主義の手法を用いている。コサックではロシア貴族とコサックの娘の恋愛を描きながらコサックの生活を写実主義の手法によって描写した。1863年7月18日にバルーエフ司令が交付されてウクライナ語での言論活動が禁じられたためコサックが母語で 分泌活動を行えない皮肉な状況になった。戦争と平和はナポレオン軍の侵入にこうして戦うロシアの人々を描いた歴史小説であり、500人を超える登場人物が写実主義の手法によって皆鮮やかに描き出されている。戦争と平和の主人公ピエール・ベズーホーフにもトルストイ自身の施策が反映している。戦争と平和で トルストイは、ロシアの貴族社会のパノラマを描き出した。マリアの肖像が、アンナ・カレーニナは、当時の貴族社会を舞台に、人妻、アンナの不倫を中心に描く長編小説であり、戦争と平和に比べより調和に富み、構成も緊密である。アンナ・カレーニナでは、社会慣習の罠に陥った女性と哲学を好む、富裕な地主の話を並行して描くが、地主の描写には、 濃度とともに農場で働き、その生活の改善を図ったトルストイ自体の体験が反映している。小説の主人公、アンナのモデルはアレクサンドル・プーシキンの長女マリアで、トルストイは1868年に出会っている。パンジーの花飾りや真珠のネックレスを描いた彼女を描写する一節は、トルストイ博物館に収蔵される肖像画と全く同じである。 トルストイはまた社会事業に熱心であり、自らの莫大な財産を用いて、貧困層への様々な援助を行った。援助資金を調達するために作品を書いたこともある。一方、戦争と平和執筆終了後、アンナカレーニナの執筆にかかる前に、トルストイは初等教育の教科書作成を行った。この初等教科書は1872年に完成したものの価格や、 内容の点で全く売れず、1874年には国民学校図書として認可を受けたものの不評は変わらなかった。そのため同年にトルストイは改定を始め、翌1875年には新書等教科書を発行した。この改定版は価格を下げたこともあり、大好評でロシア革命まで教科書として使用され続け、革命後もその内容の多くは、 新しい教科書に採用された。1908年、セルゲイ・プロクジンゴルスキーが、ヤースナやポレアナで撮影したトルストイ。世界的名声を得たトルストイだったが、1870年代から徐々に精神的な危機が進行しており、あんな華麗に名を書き終えた後の1878年頃から、人生の無意味さに苦しみ、自殺を考えるようにさえなる。 精神的な方向の末、宗教や民衆の素朴な生き方に惹かれ、参上の水君を中心として、自己完成を目指す原始キリスト教的な独自の教義を作り上げ、以後作家の立場を捨て、その教義を広める思想家、説教者として活動するようになった。その活動においてトルストイは、民衆を圧迫する政府を論文などで非難し、国家と私有財産、作詞を否定したが、 たとえ反政府運動であっても暴力は認めなかった。当時大きな権威を持っていたロシア正教会も国家権力と癒着してキリストの教えから離れているとして批判の対象となった。また心情に基づいて自身の生活を簡素にし農作業にも従事するようになる。その上印税や時代を拒否しようとして家族と対立し1884年には最初の家出を試みた。 この危機は1885年頃に終了する。またこの間、1881年にはモスクワに転居し、1901年まで下記はヤースナやポリアーナで、冬記はモスクワで過ごす生活を続けた。上記の改新後はイワンの馬鹿のような大衆にもわかりやすい民話風の作品が書かれた。戯曲闇の力は先制政治強化を主導していた。 コンスタンチン・ポベドノス政府の圧力によって1902年まで公的な上演が禁止されていた。しかし実際には地下活動によって数回非公式の形で上演された。そういった圧力が強まる中で人生論など道徳に関する論文が多くなる。小説も教訓的な傾向の作品が書かれるようになる。イワン・イリーチの詩、クロイツェルソナタなどがそれにあたる。 イワン・ウィーチの死では死を前にした自身の恐怖を描き出している。1891年から1892年にかけてのロシア基金では救済運動を展開し、世界各地から支援が寄せられたが、政府側はトルストイを危険人物視し、1890年代から政府や教会の攻撃は激しくなった。神の国は何時以のうちにありなど、 宗教に関する論文が多くなる。芸術とは何かでは、自作も含めた従来の芸術作品のほとんどが上流階級のためのものだとして、その意義を否定した。その中でも最大の作品は、政府に迫害されていたドゥホボル教徒の海外移住を援助するために発表された晩年の作品、復活であり、堕落した政府、社会、 宗教への通列な批判の書となっている。またこの作品の著作権料によって、試みは成功し、カナダへとドゥホボル教徒は移住した。ただ、作品の出版は政府や教会の検閲によって妨害され、国外で出版したものを密かにロシアに持ち込むこともしばしばであった。復活はロシア正教会の協議に触れ、1901年に波紋の宣告を受けたが、 かえって、トルストイ支持の声が強まることになった。社会運動家として、大衆の支持が扱ったトルストイに対する、この措置は、大衆の反発を招いたが、現在も、トルストイの波紋は取り消されていない。一方で、存命当時より聖人との呼び声があった、クロンシュタットのヨアンは、政教会の司祭でありながら、トルストイとの交流を維持しつつ、ロシア政教の教えに、 トルストイを立ち返らせようと努めたことで知られる。また、トルストイと交流していた日本人、セヌマ・カクサブローは日本人聖教徒であった。セヌマ・カクサブローやヨアンとも会っていることにも見られる。通り、必ずしもトルストイと聖教会の関係は完全に断絶したとは言えない面もある。作家、思想家としての名声が高まるにつれて、人々が世界中から ヤースナやポリアナを訪れるようになった。1904年の日露戦争や1905年の第一次、ロシア革命における暴力行為に対しては非暴力の立場から批判した。1909年と翌1910年にはガンディーと文通している。その一方、トルストイはヤースナやポリアナでの召使いに貸し付かれる贅沢な生活を恥じ、夫人との長年の不和に悩んでいた。 1910年、ついに家出を決行するが、鉄道で移動中央感を感じ、家出3日後に小駅アスターポボ、マップで下車した。1週間後、11月20日に、駅長官舎にて、肺炎により死去。82歳ボ打つ。葬儀には1万人を超える参列者があった。遺体は、ヤースナやポリアーナに埋葬された。遺構として、中編、ハジムラーと、議曲。 生きるカバネなどがある。孫娘と共に詳細は、トルストイテオ参照妻ソフィア・トルスタヤは、悪災として知られ、ソクラテスの妻、クサンティペ、モーツァルトの妻コンスタンツェと共に、世界三大悪災に数える向きもある。デール・カーネギーは、人を動かすにおいて、トルストイが、臨終の直前妻を近づけるなという遺言したこと、また、死の床で、ソフィアが、お父さんが死んだのは、 自分のせいであると自責の言葉を述べたが、それを聞いた子供たちは誰も反論しなかったエピソードを紹介している。しかし、フェミニストたちは、両者の対立は、トルストイが宗教や社会活動に傾倒して、家庭を顧みなかった一方、ソフィアが十数人の子供たちを養い、生活を守るために、現実的に生きざるを得なかったためと主張している。映画、執着駅、 トルストイ最後の旅では、トルストイを深く愛しながらも、彼と対立していくソフィアの報われない愛が描かれている。三男イリア・トルストイは、1914年に発表した絵、レミニセンシーズ・オブ・トルストイで、作家として一躍脚光を浴びた。1917年にアメリカ合衆国へ亡命。四女アレクサンドラ・トルスタヤは、1929年に、 日本へ出国し、18ヶ月過ごした後1931年にアメリカ合衆国へ亡命。著書、おとぎの国日本、海を渡ったトルストイの娘で日本での2年間の滞在期を記している。現存のウラジーミル・トルストイは、ウラジーミル・プーチンの大統領顧問になった。トルストイは存命中から人気作家であっただけでなく、ガルシン、チェーホフ、コロレンコ、ブーニン、 クプリーンに影響を与えた。トルストイの影響は政治にも及んだ。ロシアでの無政府主義の展開は、トルストイの影響を大きく受けている。ピョートルク・ロポトキン公爵は、ブリタニカ百科辞典の無政府主義の項で、トルストイに触れ、トルストイは自分では無政府主義者だと名乗らなかったが、その立場は無政府主義的であったと述べている。ソ連時代も共産党から公認され、 その地位は揺るがなかった。ウラジーミル・レーニンが愛読者であったことは知られている。トルストイは革命やとソ連で活動したミハイル・ショーロホフ、アレクセイ・トルストイ、ボリス・パステルナークをはじめ多くの作家に影響を与えている。また、アメリカで活躍したウラジミール・ナボコフはトルストイの得意な技法に注目しながら、ロシア作家中で最高の評価を与えている。宗教思想について、 本格的に論じられるようになるのはペレストロイカ以降である。また、トルストイの教科書を元にした教科書がペレストロイカ後に出版されている。西欧においては1880年代半ばには。またロマン・ロラン、トーマス・マンラーがトルストイの評伝を書き、マルタン・デュ・ガールが1937年、ノーベル賞受賞時の演説でトルストイへの謝意を述べるなど、その影響は、 世界各国に及んでいる。一方、トルストイの非暴力主義には、ロマン・ロランやガンディーらが共鳴し、ガンディーはインドの独立運動でそれを実践した。2002年にノルウェーブッククラブが選定した世界文学最高の100冊に、戦争と平和、アンナカレーリナイワン・イリッチの詩が選ばれている。2007年刊行のトップテン作家が選ぶ愛読書においては、 現代英米作家125人の投票により、世界文学史上ベスト10の第一位を、アンナカレーニナが、第三位を、戦争と平和が獲得した。日本ではトルストイは最も尊敬された外国作家の一人である。文学者、宗教者、社会主義者など広範な人々が影響を受けている。初めて作品が翻訳されたのは1886年で、あり。 森尾外や高田露伴といった一流作家も重役ながら短編を翻訳した。徳富祖宝、徳富炉からは、ヤースナやポレアナで直接面会している。森尾外や島崎東尊も作品に親しんだ。日露戦争反対の論文、悔い改め世は、高徳秋水、坂井敏彦らの平民新聞に掲載されて、社会主義者を鼓舞し、与さ野秋子の君死に賜うことなかれ。 執筆の契機となった。平民新聞の関係者であった木下直江や中里海山も以後とルストイと関わっていくことになる。同じ頃、香川豊彦は作品を読んで反戦思想を形成しつつあった。1914年から島村放月によって秘伝物語に脚色された復活が松井妻子主演で上演され、大評判となる。大正期には、 トルストイの思想が白川派の文学者を中心に大きな影響を及ぼしている。武者の工事サネアツの新しき村の運動や有島武雄の農地解放はその例である。宮沢賢治も文豪に関心を寄せた作家として挙げられる。また最初の前週も大正期に出版されている。トルストイはウラジーミルマイノフを通してルドビコザメンホフと信仰を結び、 エスペラントを知って熱心な信奉者になった。トルストイはエスペラントについて学習を始めて2時間で読み書きができるようになったと評価している。映像及び肉声が残されており、文学者の映像、音声として最古のものの一つである。その中には死の3週間前のものと死後の映像が含まれている。ありがとうございます。